よ、久しぶり。待たせてごめんね。大乱闘スマッシュブラザーズキャラ解説シリーズ再開していくぜ。まあということで、まあしばらくね、ちょっとかなり更新頻度、スマブラ自体の更新頻度下がっていて、まあいろいろとホカゲやっていたり、まあ呪いウイルスにかかっていたり、まあリアルが忙しかったりと、まああともうほとんど使えるキャラが残っていないため、ちょっとモチベが低下していたりと、まあいろいろあったんですが、まあね、最近まあね、どんな動画出してもやっぱスマブラやれやかす、みたいな。スマブラやらないともうほんと嫌いになるみたいなのね。まあそれをね、耐えながらもまあいろいろやっていたわけなんですけども、最終的にスマブラやらないと殺すという殺害予告までまあ受けていますので、まあそこまで待ってくれているならやらないわけにはいきませんよと。待ってくれてるならやるぜスマブラ。ということで、今回このアイスクライマーというね、まあ、スマブラ X から復帰したキャラクターをね、使ってきてるんですけど、まあちょっとこのキャラの解説に入る前に、俺スマブラ、言うて結構やったけど、どれぐらいキャラ解説やっただろうと思って、自分が使ったキャラクターを数えてみた感じ、54体、すでにもう54キャラクターの解説が終わっていて、まあ残りなんで、まあ20体を切っている。で、そのうち半分以上がダッシュファイターなので、実質あと1桁ぐらいのキャラ解説で、まあ終わってしまうのかなと思うとなかなか寂しいところもあり、まあ逆にキャラ解説が終わったらまた新しいスマブラの企画とかもいろいろ考えていますので、まあなのでね、今俺が最優先にやっていく動画はキャラ解説スマブラ動画、ちゃんとね全員やりきるっていうことをもう心に決めて、まあね、しばらく頑張っていきたいと思うので、ちょっと失われたペースを取り戻すために、はい、なんでちょっとしばらくスマブラできる限り毎日投稿再開していきたいと思います。待たせてごめんな。まあそんな感じで、じゃあアイスクライマーの解説していきたいと思うんですけど、まあかなりこれなんか X の時に投げれんっていうスマブラで最も深い黒歴史を持っていてリストラされたキャラなんだけど、まあね、今回こういう風に投げる最中に妹がなんかはしゃぐようになって、まあそれのせいでね、その古の技を封印されたんですけど、まあいかんせん2人いる分火力は高いし、アイテム戦とかで2人アイテムが持てるところがまあ面白いキャラクターってなっていましたね。はい、こういう風に2回殴っただけで 50% 入るっていう、まあ火力はだからかなりお手の物なんじゃないかと。はい、でそんなアイスクライマー B ニュートラル、はい、これはね、強みが何にもわからん。本当に相手が高パーセント溜まっていると、例えば999溜まっていたら、凍ります。はい、以上。はい、で、あと、横火これは強い。ハンマーこれでもね、浮遊状態なんだよね。このままだから、B 連打で飛べるんだけど、そのままね、落下浮遊してって落ちてっちゃう、事故ったりするので気をつけてください。はい、その代わり火力高くて判定も強いです。はい、で、まあ一応復帰にも使えます。はい、で、下火がね、ブリザード、これ前作までは両端に出してたんだけど、今回ね、一方向にしか出せなくなったから、まあちょっと若干使いづらくなったかなってくらい。ガード削り性能と、まああとね、こういう風に相手がレバーガチ遅かったらそのまま落ちていくよみたいな。ガキガリ使ったら強いんじゃないでしょうか。はい。で、上 B が、バンパージャンプですね。バイパージャンプですね。多分どっちも名前違う気がするけど。これ前まで当たり判定あったんだけど、今作ないのかな？ちょっと待って。あ、ないですね。はい。当たり判定なくなりました。はい。じゃあ弱体化ですね。だから横 B、はい、嘘つきました。19% 強い。で、ちなみにこれなんか、すごいね、復帰力がめちゃくちゃ上がってるんですよね。今の距離両方届くっていう。結構ワイヤー式なんで、結構届くっていうね。はい。ああ、上強が強いと。まあ、下スマがあとね、なんか、前まではね、なんか、ためなくて36ぐらいフルヒットしたら入るんだけど、こういう風に、なんか、しょっぱい下スマに変わっちゃったんで、まあ、スネークとかと同じですね。しょっぱい下スマ族。はい。俺、今、いい感じに妹だけ殺したいけど、ちょっと妹だけ殺すの、あ、ちょっと待って。じゃあ、あ、いいぞ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 。よし、な、よし。で、妹だけ死んでしまった場合、全部、もうほんと、半減どころか、もう3分の1ぐらいの、勝負差になってしまうので、例えばもう、復帰とかもただ兵が出るだけ。もうこんだけ。はい、じゃあそんな感じで、今回はこのアイスクライマーをちゃんと使いこなしていきたいと思います。よろしくな！マーさん対戦よろしくお願いします。お、いきなり相手回り。これアイスクライマーの本領発揮は相手回りだからな。唯一全キャラクターの中で2人アイテムが持てるっていう。なんか、デラックスの頃とかよく、なんだっけ、スーパー、銃無限撃ちみたいななんかあったんだけど、それ二人で撃って遊んだりしたな。撃って撃って、ね。二人いるうちはしっかり火力を制していけ。で、なんか、ボタンのタイミングずらすといい感じに二重で回さんの。これってさ、待って。スペシャルフラッグって、ちょっと、7持ってくれんから。7持て。持たせんな。俺じゃない方にも持たせたい。ちょっと待ってよ。どうしよう。どうやったらうまいこと持つよ、これ。俺がアイテム持った状態で、邪魔せんな、これ。ずるい。やるかそれは甘えですよ。ちょっと、これで。逆これ持てないのかな妹。やばい、危ねえ。間に合う。オッケー。あ、それが邪魔してくれてる間に。俺しか持てないのかな。ちょ、打ちまくれ、今。あ、お、完璧。打ちまくれ。最強。
全室農家。なるほどね。やっぱ自分が持っても味方に7があの間に動いてくれてたら、どっちがポボリどっちが7だっけ。ナイス。パサラン先生3人1組かい。いや気づいたら種団子先生もいる。アシュリーがいるうちはこっちちょっと時間稼いで、で離れ離れにならないようにね。離れ離れになったらしっかりあの横火とかで回収して、横火上火で大体回収できるから、その辺交えてね。おかげ切り離して、よっ完璧。このタイミングどうした。横火がやばい。川口教授これやばい。妹だけこの戦争ヒーやばい。初めて強いは初めて強い。この足つぶぎやどこ行った。あ死ねない。オッケーオッケー。どれどれが炎と氷のコラボレーションはどうかな。ちょ、なんかスマッシュめっちゃ強いなこれ壊れた壊れた。妹が妹がなんか無限にスマッシュ打ってんだけど、これ何ブームラン。たまに妹バグるんだよな。今作 あの妹の AI めちゃくちゃ悪いらしいから、そう何が出る。やべ最悪妹だけ連れて。ちょ投げたブーメランもすぐ妹が取る。あこれ強いんだよな。下技使いたい。下スマこの弱くなった下スマで、下スマ前までなんか36とか入ったからな。溜めなくていてて前段ヒットでね。うわその取り方やべえ。最強フェススペシャル来たー。いやこれまで最強すぎんだよな。確実に殺される上に相手全開全開っていうか50ぐらい回復するっていう。許さない許さない。オッケーオッケー。回復は阻止した。最強スマッシュはなんだっけ。最後の切り札ランキングみたいなのを真剣に考えてみたけど、やっぱ前回使った DD ダントツだわ。あれよなんか相手にも使われたけど、あれ避け方わかんねえ。でもこのデイジーピーチもかなりダントツで上に入る。あもうしかし俺はあのスペシャルフラットのおかげでまだいける。ちょやべ見えねえ。全然使い方もわかんねえし、ちょアイスクライマーの性能を存分に生かしきれてない。で まずこれアイテム 2個持ちしたってんだよ。でもアイテムがなかなか2個出てこない。ナイスいいスマッシュ今の。俺じゃないけどスマッシュしてたの。妹勝手にバグってくれるからな。これやべ捨てちゃった。2人でなんか1人前のダメージぐらいしか出せてないけどね。ナイス。アイテム持ってる時でもアシスピーは持ってると。さあ切り裂いていけ。そっこいやー割れそうだった。取りたい。はいおい全部俺のターンでーす。ちょっとうらっはっ。おいこいつキャッチしやがった。信じらんねえ。へっ。おいこいつキャッチしやがった。信じらんねえ。大家さん対戦よろしくお願いします。あなんかさ理科のさ教科書に出てきそうな地層みたいなアイコンなんなのあれ。でなんかたまに見るけど何のアイコンなのあれ。さに2人いるときはしっかり横火で火力を稼いでいく強いんだよな。実践しないと分かんないことっていうのがあるっていうのがさっき分かったわ。まさか投げたアイテムを自分のあれにキャッチされるとはな。やべハリマのこいつのなんか出現率高くね。最近なんかめっぱ一時期大流行りしていたポケモンカードゲームって今どうなってるんですかね。ポケモンカードゲーム俺もハマってて集めに集めたけど、なんかやる友達結局一人もいなくてやめた。なんかなんていうの、遠方に友達が多いせいで、そのこういうねネット会ってすごい片方だけでかくなるんだ。遠方に友達が多いせいでさ、なんか別にそのイベントとかの時しか危ない危ない。イベントとかの時にみんなで遊べるけど、それ以外の時やる人がいない。悲しいことにね。地元で友達作れよっていう、ドリルのあれが強いんだよ。しっかり対応してくるパターンね。ドラグーン足元失礼します。最強のスマッシュ技、最強のスマッシュ技ってやつ見せるか。やっぱなんかでもね、いろいろとね、いろんなキャラのさ、やば。妹だけにしてください。やるなら妹だけにしてください。当てていいんで、妹、せめて妹だけで勘弁してください。僕らのやつだけ、妹、せめて妹。おい、助けろ、お前、今すぐ。おい、お兄ちゃん助けろ、これなんか、ウィビーとかで、お前、すぐ。何遊んでんだ、お前。はい、うわ、アイテムしかも、盗難した。あいつ、アイテム、持ち逃げしたよ。一応、空上強いから、かすめていって、オッケーオッケー。残像が残った。くそ、弾き返されてくる謎に。これオッケーオッケー。メテオスマッシュ2段入っていく。カキン、そしてカキン。いや近め妹行く。邪魔しろ。おナイスナイスナイス。いいぞいいぞそこ。いやーいいコンビネーションあまりにも美しいコンビネーションだった今の。そしてお前はお化けフィニッシュ。
時勢の句を読め。見てて、見てて、やべ、怒ってる、怒ってる。妹に対する殺意やばすぎ。ほら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 、時勢の句を読みな。何やって、何やってんの、めっちゃ食べてる妹。あ、ゼウスさん、対戦よろしくお願いします。ガノンドルフ来ちゃー。ガノンおじさんとやれるだけで俺は満足です、よろしく。俺、あ、ちょっと撃てなかった。何で撃つんだっけ、俺十字キーなんだ、未だにやり方わかんないんだよな。はい、横火で軽く稼いで、そんな軽く稼げない言うて、いった俺が何十ヒットさせ、もうやめろ、破壊神のこと、まじ、おい、やめろ、妹いじめんな、死ぬぞ、あいつ、戻っておいで、よしよしよし、やばすぎる、はしゃぎすぎ、おい、お前もだ、しゃかりきおじさんすぎだろ、お前それは。でもそれでおかげで俺の妹、いじけになったわ、やばい、月を、セーラームーンおじさんだった、おぉ、復帰力なさすぎる、一人の時。おい、行き場失って悲しいことになってる、なんか。月に変わって、お仕置きされたら入らないです、キャッチ。キャッチできる可能性も2倍だからな、2人いるってことは。あ、ほんと、もう、みじまるが役に立ってるとこ一度でいいから見せてくれ。このガノンの音がいいよな。これ、ヒット音が、ヒット音いいキャラってずるいよな、アイクとか、あれもだけど、なんだっけ、クロムもそうだけど。個人的にアイク X の頃の、なんか、ジャキンみたいな音のが好きだったんだけど。危ない危ない。妹はやらせんぜ。ガノンみたいな、復帰力、単調なやつに、復帰力ないわけじゃないからな、ガロンドル。やばいやばい、どっちがどっちか分からない。あ、妹だけで勘弁してくれ、妹だけで攻めてくれ、 妹だけで勘弁してくれ。どっちが死んだ、なんで俺なんだよ、なんでしっかり、しかも 妹避けれてんだよ毎回。くそ、いや、必殺技取りたい。でもこのパーセント取っても知らないから、とりあえずもうちょいダメージラッシュかける。あいつがつもりに行こうとしたら邪魔する。作戦完了。下すま、いや、くそ、横すま、オッケーオッケー。あれ取る、来いよ、おいよ、何ビビってんだよ。はい、そっち投げて終わり、ヒョーブン最強。乱闘とかでとか、なんか、まあ、さっきも言ったけど、それはもうなんかどの試合採用してどの試合採用してないか分かんないから、たまに俺実況で同じこと2回喋ってて恥ずかしいって言う。だから指摘しないで、それ。あー危ない、よしよし、オッケー、ずれた。アイスケーマーいかにずらしを発生させるかが大事。ジェネシスとかも撃ってる最中って妹とかどうなんだろう。これもう一回二重で、これ両端に出すようになったんだけどな、昔片方の片サイドにしか出せなくなったから。いや、届かなかった、やばそう、危ねえ、ガード割れて、よし入れないか。はいはい、横すま、横すまじゃない、横火入れる、絶対いやだけど思ったわ。もう妹が当たるせいでタイミングずれんだよ、ガードする。はい、 B、 この B の使いどころから、なんか白い妹、よし、純粋に A が強い。ブリザードオブザファイナル、やばい、どうしよう、怖い怖い怖い、怖い怖い、危ない危ない、下すま、横すま、オッケーオッケー、持つぜ、終わりだよ。あ、ちょっと待って、逆投げちゃった。こっち投げて、お前対策は、あ、くそ、来た、ジネシ、よし、は、おい、見とこ。赤井さん対戦、最近ダークサムス多いなってか、アイテム戦多いな。まあでも、ここアイテム戦多くなるかもしれないけど、絶対アイスクライマーアイテムあった方がなんか面白いこと起きそうから、まあ、アイテムを使いこなしてこそみたいなとこあるしな、という、あれを挟んで、保険を挟んでいく。捕まってる最中に赤け、タイミングをずらしていけ。ま、もうこの B ボタンの強みが、ま、マジでわからん誰がこの B ボタンの強みを教えてくれ、アイスクライマーの。ま、2個出るってだけで強いけど、ま、反射されるから、謎に反射技じゃないものに反射されるから。このパーセントのあれいらねえな、スマッシュボールいらねえけど、取られるぐらいなら欲しかったな。捕まれる、これ助けろ。いや、これ死ぬかな、これギリタイソン、相方がコッパメジになったけど、リンの避け方講座します。まず、パンツが見える段階で、今です、画面外すぎてよくわかんない。上投げ、空上、空上が強いんだよな、空上つなげて、回避にもう一回上投げ刺す、上で、これ絶対、あ、ボムでずらしてくるパターンね。いや、回避しないのか、じゃあもう一回上投げ、回避しない、ジェネシス2個取りできなかった、絶対打ってくると思ったしょっぺーな、これ せめてコールとかしてくれたらいいのに。刺していくぜ、アクソ、どっち投げる、投げがしょっぱい、いいベクトル、これ、オッケーオッケー、このまま落ちてくんでね。はい、レバーガチャかな、レバーガチャが足りないとああいう風に落ちてくんだよな。あ、ジェネシス頼む、妹今のうちに、なんかしろ妹、オッケー、いい踏みつけ、ちょっとでもおお、やる気あるのかお前、ダクソ、ちょびダメージ、何があるこれ、モスボールか、はい、うわー
ユニコーン、魚系ユニコーン出てくる。うわこれめんどくさいやった。味方にちょ、わからん。透明と操作逆転両方。あ、これ待って、操作逆転もしてるな。ちょっと待って、マジわからん。どこ行った俺。あー、味方のアシスト、自分が出したアシストフィギュアに殺されるほど快感ってないよね。この距離は強いぜ。もう、あ、くそ、回避、あ、やってくれ、思った。もう一回、回避、あ、してこないんだ。はい、取っていく。そこ、逃げ場はないぜ。ドワーン。知らんのか、知れ、知れ、知れ、あたたたたたた、ツンドラ山脈。オッケー、先端恐怖症の人にはだから、嘘で言ってんだよ。じゃあ、お願いします。チョコバナナ系男子ね。今回マジアイテム戦、初 MKR キャラ解説動画オールアイテム戦でなるかもしれない。アイテム戦しか当たらない。だいたいなんかアイテムスイッチオンにしとけば、なんかでもアイテムスイッチオンにしててもアイテム戦当たんないけど、ムカつく、殺す。ま、待って、こいつ、ま、なんと、これ どうせえのこれ。ちょ、妹が当たりすぎてわかんない。お前、英国送り、こんなアイテム戦ばっかやった。バカ、お前起動すな。3人仲良く、やばい、チリチリになった。こんなアイテム戦ばっかやってたら、終点かストックアイテムなしキッズにブチギレられそうだけど、そういうやつは俺のなんか村人の動画を見て俺の力説を聞いてくれ。アイテム戦において心得っていうのを聞いてみて。ちょっと待って、ちょっと最初の PK ファイアでペース乱されてる。その代わり負けることは許さない。もう二度と俺に PK ファイアすんな、お前。おい、ここ待って、お前のな復帰はな、あ、ちょっと分かった、後ろ返してやばい、これ、これ、ちょっと、もう、マジうぜ、何これ。ちょっと待って、やたら避けにくい、アイスクライマー。どっちかが当たるせいで。あ、タイム、メタなんだけど、メタ。アイスクライマーメタなんだけど、ただの。普通のキャラだったらさ、後ろ回避するだけで終わんないし、どっちかがさ、当たるからさ、あの火柱みたいなのが残るんだよ。いつ、いつ。あ、オッケー、身代わりになった。ネス、ネス、ネス。俺応援しよう。オッケー、オッケー。あー、ドラグンパーツ、あー、ドラグンパーツ、どっちが取った、俺取ってねえか、もう当たんねえ。オッケー、俺も横引きっつうなろ。やべ、ポンピン、これね、あんま強くないからそんな気にしなくていい。ほら、茶番と一緒。ただね、あの視界が悪いから。やべやべ、おい、妹消し飛んだ。おい、大事な時に消し飛んだんじゃねえよ、お前。はい、殺す。今の屈伸行動により、お前を殺すことを決意した。うぜえ、うぜえ、ほんと PK ファイヤーが俺に効くって理解してる。あったまんだよ、それマジで。二重の意味で俺行こうか。もう判断力が低下してる。頼む、届いてくれ。おい、二度とパン作り込んでる体にしてる、お前を。そういう意味置こうかな。マジでお前1ストも奪わせないからな。一回でも PK ファイヤー当たったら俺の負けでいいわ。ってかもうむしろそういうルールでいこう。特別ルール、闇のルールだ。あ、でも俺の負けだ。ちょっと、やべ、二回負けた。ちょっと、もううぜえ、マジで。あーい、あー、イライラしてきた、あー、イライラしてきた。何このゲーム。オッケーオッケー。やべ、危ねえ。あやくゲームディスってことだ。光った瞬間に投げる。でも俺キャッチャーだから味方に。オッケーオッケー。ご了承しとけ。てか取られてんのがキルソード。おい、無駄遣いすんな、キルソード。あ、それは無駄遣いじゃないわ。どっちが取った、俺か。いや、これ まだ早いから使うの。いや、でも使われるぐらいな。いや、俺ならもうちょっとダメージ稼げる。そうだよな。よし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 。これに当たってる最中とかに、どうだい、当たってる最中にツンザカしてやるよ、ツンドラ300。中に埋まったね。はい、隠してあげる、恥ずかしい顔を。ふざけんなよ、お前、散々俺にあんなことしといて。おい、何落ちか、おい、許さないからな、お前。それ俺なんか、ね、謎の鳥もおるわ。フェニックスがいる、フェニックスが。解析とか、お前、そんなことないよな。ちょっと動きで分かる。ああ、解析来てないね。ああいうふうにね、しばらく、これ死んじゃうんだね、うん。ああいうふうにね、一瞬回線が止まった後にね、相手の動きとか変わると、CPU に切り替わった時あるんだよな。動き的に、ちゃんと人間がやってるだろ。OK。やれ、妹。OK。どっちだ、これ。コンピューターじゃねえよな。コンピューターってもっと頭おかしい動きするよな。ちょっと待って、人間かを確認するためにちょっと。おい、これ絶対コンピューターじゃねえかよ、お前。ふざけんなよ。なんでよ、もう苗落ち。いや、でも逆に考えればな、苗落ちさせたって考えれば、うわ、もう苗えた。
いやいやいや、いやでも石回って気持ちいい、石回って気持ちいいわ。ああ、いや、成敗したわ、悪を。スマブラの、スマブラ、俺らは死ねえ、お前。スマブラというこの悪しき、ね、コンピューターになってもピュ、お前、何やってんだよ、お前それ。お前、なんでコンピューター、バカだよ、違うよ、お前、こうやって使うんだよ。